さあ始まりました、K シネマチャンネルのお時間です。このチャンネルは映画ドラマの感想考察などを語るチャンネルとなっております。もし興味がありましたらチャンネル登録や高評価、そしてコメントなどで感想をいただけたらなと思います。それでは早速いきましょう。はい、ということで今回は9月中旬から9月下旬にかけて公開される注目映画作品について紹介していきます。本日のラインナップは沈黙のパレード、ヘルドックス、そして犬も食わねど、チャーリーは笑うの3本です。よければ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということでまず紹介するのはこちら、沈黙のパレードということで来ましたね。ガリレオシリーズ最新作、帰ってきました湯川先生ということで、9年ぶりの新作なんですね。今回はね、湯川、内海、そして草薙、福山雅治さんと柴咲コウさん、そして北村一輝さんの3人がね揃って登場。おなじみのキャラクターたちも勢ぞろいということで、いやガリレオシリーズの映画はね名作ぞろいですから、まあ容疑者 X の献身なんてねもう最高傑作なんで、近々ねテレビでもまた放送されるということで見逃し厳禁ということですけれども、あらすじね見ていきましょうか。行方不明の女子高生が遺体で見つかると、容疑者は北村一輝さん演じる草薙がかつて担当した事件で完全黙秘を貫き無罪となった蓮沼という男であった。今回もこの蓮沼は無罪を貫き証拠不十分で釈放され町に戻ってくる。不穏な状況の中、ある日突然この蓮沼が何者かに殺害され、その事件の真相に湯川たちが挑むということでね、いやもうね予告編からしてね、なんか悲しい切ないラストがね間違いなく待ってるっていう感じるんですけれども、本当ガリレオシリーズはねもうね涙なくして見れないんですよね。本当に悲しくて切なくて、真相が明かされるたびにやるせない思いを感じてしまうんですけれども、まあ、毎回ね本当余韻たっぷり味わわせてくれるので、今回はどんな真相がね待っているのか、そしてどんなトリックが仕掛けられているのか期待したいですね。はい、続いてはこちら、ヘルドックス。もうビジュアルからして超かっこいいんですけれども、岡田准一さん主演で関ヶ原燃えよ剣に続く原田雅人監督とのタッグということで、もうね予告すごかったですよね。間違いなく日本のアクショントップスターである岡田准一さんがね挑む最新のノンストップアクションクライムサスペンスということで、もう岡田さんの場合ほぼ格闘家なんでね、この人のね右に出るねアクション俳優はいないレベルなんですよね。そしてね坂口健太郎さん、宮城さん、松岡茉優さん、北村一輝さん、そして大竹しのぶさんら豪華キャストが集結で、あらすじを見ていきますと、元警官の岡田さん演じる兼高、そんな彼が警察から関東最大のヤクザ組織への潜入捜査を強要され、ここら辺ちょっとあらすじからなんで元警官がそんな警察に強要されてるのかなってちょっと謎なんですけど、まあこれはね作品見ていただければ多分分かることなんですけれども、相性 98% と判定された坂口健太郎さん演じるサイコパスヤクザ室岡とコンビを組まされると、そして、潜入捜査開始し組織内でのし上がっていく、まあ、簡単に言うと生田斗真さん主演のモグラの歌、あれの超ダークバージョンと言ったら分かりやすいかな、ヤクザへの潜入捜査ものですね。まあ、R 指定作品なのでエログロ要素きっとあると思うので、まあグロいの苦手な方は注意ですけれども、間違いなくアクションシーンにおいてはもう超ハイレベルだと思うので、この迫力はねぜひ映画館で堪能してみてはいかがでしょうか。はい、そして最後はこちら、犬も食わねどチャーリーは笑う。タイトルだけだとねハテナって感じなんですけれども、こちらね香取慎吾さん主演最新作ということで、100% 映画館で鑑賞すると思うんですけれども、まあ早速あらすじ見ていきましょうかね。結婚4年目を迎える香取さん演じる裕次郎と岸井ゆきのさん演じる日和は鈍感な夫に対して不満を募らせ、妻たちが夫への常日頃から抱える鬱憤を SNS に書き出す旦那デスノートに日頃の不満を吐き出していたと。旦那デスノートなんて初めて聞いたんですけれども、そんなのあるんですね。そしてねある日その SNS の存在に夫裕次郎が気づき、自分への不満と思われる投稿を見つけてしまう。あら。そして
さらにその投稿者のペンネームが夫婦で飼っているフクロウの名前チャーリーであったと。これかチャーリーということで気になりますね、続きは。はい、どちらかというとね、あのコメディチックな作品の印象を受けたんですけれども、先日のね先行上映会、私は行けなかったんですけれどもね、先にね見た方々のツイッターとか拝見するとちょっぴり泣けるという声が多くて、笑いあり涙ありの作品なんだなと感じました。まあね、久しぶりの泣き待ち以来かな、香取さんの主演映画ということで、草薙さんのねサバ缶に続き続きは香取さんということで、さらに11月には稲垣さんの窓辺にて、来年1月には木村さんの織田信長が演じるザ・レジェンド&バタフライが続くということで、来年のね3月4月あたりには中井リーダーのね主演映画が公開される伏線であるとね僕は考えているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。犬も食わねえとチャーリーは笑う、ぜひ皆さんご覧ください。なんか番宣みたいになってるんですけれども、自分は全く映画の関係者でも何でもないので、ただの一般人なので、はい。はい、ということでいかがだったでしょうか。沈黙のパレード、ヘルドックス、犬も食わねえとチャーリーは笑うの3本紹介していきました。どれもね期待度マックスの作品なので、皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日の K シネマチャンネルはこれまでとします。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 K シネマ。